これよりただいまご覧いただきましたサッピーの上田修正監督、ご出演の井上幸弘さん、結城康馬さん、川上あかりさん、剣道みるさんよりご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは今作品を見終わったばかりの観客の皆様に向けて自己紹介と何か一言、監督から順番にお願いします。はい、監督と脚本を務めました上田と申します。本日は、お越しいただきありがとうございました。主演の山田を演じさせていただきました井上幸弘です。今日は遅い時間に、遠くまで来てくださった方もいたかと思います。どうもありがとうございます。はい、小林役を演じました結城康馬と申します。本日はこうしてお披露目ですることができて本当に嬉しく思ってます。本当にありがとうございました。はい、川上あかりと申します。こうして、作品が完成したこと嬉しく思います。本日はありがとうございました。はい、山田の彼女中島佳乃役をやらせていただきました剣道みると申します。本日はありがとうございました。はい、このサッピー実行委員からはすごくハードボイルドなセンスのある作品だなって言われて、最近のちょっとニューウェーブの応募作品にあまりないテイストで、主人公以外のもそうですし、他のキャラも個性があって魅力的な作品だなという声が上がっていました。監督、この作品を作ろうと思ったきっかけとか、そのお話を伺えたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、きっかけはなんですけれども、私これが、2作目でして、一歩前に中編を撮ったんですけども、それがですね、全然評価されなくてですねでそれで、ちょっと落ち込んでた時期がありまして、でその当時にちょっとタクシードライバーという映画を見まして、で少しちょっとなんですかね、認められない主人公と今自分っていうのがなんかたまたまちょっと重なり合ってしまってですね、今ならこういう脚本が書けるんじゃないかなと思って書いたら、こんな風になってしまったという表現が一番近いと思いますね。で、あとハードボイルド、ほぼ真ん中にいるあの方がほぼハードボイルドだったんじゃないかなというような気がしておりまして、ではそうですね、私としてはあんまりハードボイルド、まさかちょっとハードボイルド言っていただけるとは思ってなかったので、非常に新鮮な意見でありがたく思っております。はい、以上です。ありがとうございます。すごく監督のこだわりがいっぱい詰まった作品なのかなと思ったんですけども、キャストの皆様にお聞きしたいんですけれど、撮影時 のエピソードとか何かあればお伺いしたいんですけれども、井野さんからありますか。これオーディションで決めていただいたんですけど、それまでもちろん監督の上田さんのことは全く知らなくて、で現場入ってやっていく中で、今おっしゃったと思うんですけど、やっぱこだわりがすごい散りばめられてて、でこう撮影中になんかこうあの映画のこういう感じとかとか、こう結構すごいリクエストがすごい多いんですよ。でそういうの言ってる時すごい楽しそうで、なんか僕はあんまりそういう視点持たない側の人間なんで、なんか上田さんがそうやって楽しそうに自分が作りたいものを作ろうとしている姿が一緒にやってて楽しかったし、で今スクリーンでこう大きく見るの僕も今初めてだったので、なんか自分で言うのもあれですけど、上田さんが作った作品すっげえ面白かったなって思います。はい、ありがとうございます。ハードボイルドなゆきさんにいかがですか。はい、そうですね、こう小林という役はこう喋ってそのセリフをいただいて話してる中で、こう常にこう自分に言ってるような、お前は何者なんだっていう、何なんだお前はって、やれんのかやれねえのかどっちなんだっていう、毎日そういう
演じてる中ではなんか自分自身に言い聞かせたなっていうのはあって、多分そのどっかで誰かが言ってくれないとこれはきっと変わらない、なんか隠してたものがなんか毎日感じてたなっていうのは今振り返ってみるとそうですね。あとはあの屋上の撮影の時に朝現場に行きましたら、柔道着とヌンチャクが置いてありまして、その何なんですかと聞いてないですそのまあ、でちょっとヌンチャク振ってみてくださいって言われたらヌンチャク本物のヌンチャクだったんです。本物のヌンチャクって触ることはこの先ないですそんな思い出があります。でもちゃんとすごいやれてたんですごいなって本当に現場で思いました。痛がってる芝居もあれは芝居じゃないんですよね、ただ単に痛がってるだけなんですよね。当たったところが痛い、いつ切れられるんじゃないかって不安でしたけど、はい、初めて本物のヌンチャクというものを触らせていただきました。ありがとうございます。川上さんいかがですか？そうですね、やっぱこう撮影のその時間帯とかロケ地とかも結構こう時間が限られてたりとか、やっぱできることのこう範囲が限られてる中でこう取り切らなきゃいけないっていうやっぱ大変さとかもあったんですけど、やっぱり上田監督がすごいこう場を和ましてくれてたなっていう記憶がありますね。なんかこう結構こう作品自体ちょっと擦れた感じのなんか、まあ、私自身もあのデリーヘル嬢っていう役だったんですけども、なんかその中でもこうその作品を撮ってる以外のオフの状態ではすごいみんなこう和気あいあいとしながら真剣に作品に向き合えてたなって思います。懐かしいですありがとうございます。ケントさんいかがですか？はい、私自身今回の作品が初めての出演作品だったっていうのもあって、すごくもう初日すごく覚えてるんですけど、現場に入るのめちゃくちゃ緊張していたぐらいだったんですけど、なんかすごくもうそれこそ監督とかが和ませていたなっていうのを本当に今すごく思い出していて、撮影自体3日間ぐらいだったので残りの他の部分どんな風になっているのかっていうのは分からなかったんですけど、まあ、今日こうやっていろんなお話を私自身も聞いてて、本当こんな大変なことがあったんだっていうのをいろいろ聞いた後に今日見させていただいたので、またなんか違う感想が出てきました。すごく楽しかったです。ありがとうございます。監督が中心になった、ね、あのみんなで作り上げたということが伝わってきます。あのもっとお話聞きたいんですけれども、お時間ということで、あのそれぞれの皆さんの今後の活動とかあの一言ずつお伺いして、今度剣道さんから順番に監督で最後あの締めていただく形でおあの頂戴したいと思います。剣道さんお願いします。はい、まだ解禁していない作品がまだ何個かありまして、まあ、SNS 等でいろいろ配信させていただこうかなと思っているので、まあ、名前とかチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。川上さんお願いします。はい、私はですね、こういう芝居のお仕事以外に歌のお仕事もしておりまして、普段は歌手活動の方が多いです。実は、11月の25日に令和歌謡ナイトっていうちょっとこう昭和歌謡を私普段歌ってるんですけど、はい、そういうちょっと楽しいイベントがあるので、ぜひ名前でツイッターとかインスタとかやってますので調べていただけたらなと思います。ありがとうございます。ゆうきさんお願いします。はい、個人的な活動は、そうですね、これから先、年内と年明けにいくつか作品があるので、それをぜひご覧いただけたらなと思うのと一緒に、そうですね、今日の作品のご感想などは もちろんその外で直接お伺いできればとか一番いいんですけど、何かこう SNS は劇中ですごい批判してましたけど、皆様のお力添えが必要なので、ぜひ何かと一言でも何かご感想いただけたらと思ってます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんお願いします。まあ、今回僕は初めて長編の主演をやらせていただいて、まあ、こうして今日この会場であの初めて知ってくださった方もいると思いますし、でまあこの作品を この時間に選んで見に来てくださった皆さんとのこれまた新しい
出会いだと思っていて、またこれが一つのきっかけになって自分がまた次の作品、新しい作品で皆さんを楽しませられるような俳優になりたいと思っておりますので、どうか応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。では最後に森田監督お願いします。はい、この作品実はまだ完成してそんなに月日が経ってないので、実は今回が、初お披露目ということで、今回が最後にならないように、それを願ってまた今後ともやっていく、いろんなところで上映できる機会を増やしていけたらなと思っておりますので、ぜひまた機会がありましたら見ていただけたらなと思っておりますので、ぜひ皆さん今日ご覧になった皆様は散々 SNS 言ってたんですけど、ぜひ SNS の方に感想を書いていただいて、私エゴサーチしまくりますので、はい、嫌いじゃないですか。いや、もう大嫌いです。するじゃん。ちょっとエゴサーチしまくりますので、ぜひ忌憚のない意見をね、ちょっとエンドロール長くないかとか、そういった厳しい意見も大歓迎ですので、ぜひいただけたらなと思います。はい、そうですね、私個人としては、今もちょっと月火水木金は普通、実はこう見て普通の会社員でして、で土日に映像の活動をさせていただいておりまして、で今度短編を撮りましたので、それも多分もしかしたら、来年中にどこかで上映できる機会があるかと思いますので、もしまたぜひ機会がありましたら何卒よろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。ではここで多摩映画フォーラム実行委員会の竹内委員長より、ある視点上映記念のパネルの進呈を行いたいと思います。竹内委員長よろしくお願いします。ではそのままオフィシャルの集合写真をさせていただきたいので、皆様真ん中へお集まりいただいて、オフィシャルのカメラマンの方に向いていただけると監督キャストの皆様ありがとうございました。皆様盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。これをもちましてベルボホール